まあ世の中いろいろあるから、私たちみたいなのもいれば、下界から遮断された山奥で暮らしていたやつまで十人十色よ。私だったら見かけたら声かけて理由を尋ねただろうけど。暮れゆく住宅街にさまよう出前猫か。背景が夕焼けだったらファンタジーだったでしょうに。で、今日の夕飯どうする？せっかく話が出たし、私らもてんやものにしようか。時間は8時前。ギリギリセーフね。私今月がいいな。あそこの月見そば最近ご無沙汰だったし。悪いけど、私夕飯済んでるの。何事？あいった！任せお任せ！ようやく出番だ、あらヨッタン。あ、夕食、鶏鍋？あいにく、今日のバイトは魚屋さんだ。イワシでよければ土産にするけど。イワシ、イワシか。私あのパイ嫌いなのよね。いえ、むしろイワシのパイとか食べたことないのよね。